大谷翔平選手、マッカロー一塁ベースコーチと表情豊かに会話する。花形ミツルみたいな髪型で表情豊かで楽しそうに話してる。こう見ると、大谷くんはもちろん一平さんも身長高いのよね。おや、一平ちゃん、今日はリュック背負ってる。打者専念の今季は何入れてサポートするのかしら。何をお話ししてるのかな。表情が本当に楽しそう。野球好きなんだな。俺の筋肉度や。って自慢してそう。肉体の出来上がりは半端なすぎる。ユニフォームの一番上のボタンまでしっかり止めて凛とした立ち姿、すがすがしく悠々し。今日もふわっと前髪。いつも楽しそう。腕触ってコーチも楽しそう。コーチともロバーツ監督ともうまくコミュニケーション取ってるな。コーチも表情緩みまくっててこっちも微笑ましい。コーチもめっちゃ楽しそう。もうベテラン感とスーパースター感が半端ない。首脳陣と信頼関係が見れて、笑顔がいいな。相手の懐への入り方が素晴らしいんだろうな。人たらしというか、コーチも途中からどんどん笑顔になっていく。大谷さんって、話してる時うろうろして、ちょっと下がる癖あるよね。帽子は D マークのタイプより LA の方が絶対かっこいいよね。D はチュニドラが頭をよぎるからな。会話の内容が気になる。将来を見据えてコーチとしての心構えとかアドバイスもらってるんか。山本のピッチングを後ろから見守ったりしてコーチとしても違和感なかったしな。エンゼルスの時は思わなかったけどちゃんとチームとしてみんな真剣に練習してる。厳しい練習の中で笑顔で会話できる環境はいいよな。フリーマン、ヘルナンデス、みんなと談笑しながら練習もしてたけどこの雰囲気が大事だよ。翔平は何か弟みたいな感じで可愛がられるんだろうな。真剣な表情の時はほんと頼もしいけど、こういう愛嬌のある表情もできるからラップがあり可愛がられるんよな。青のユニフォーム着て迫力も凛々しさもさらに増したね。